少年、一緒に竜田売店に行こうか。飲み物ありったけここに持ってこよう。オッケー、そうしよう。あ、そうだ、つぐみはどうするのって、あ、あれ、いないね、つぐみ。小町さんは先ほどさりげなく部屋を出て行かれました。2階に向かったようですけど。しょうがないな。まあ、すぐに戻ってきてくれると信じますわね、クラナリ。それじゃあみんな、宴会の準備よろしく。ああ、おう、宴会しよう、どうしよう。パピプってポここにいたらいけない。そんなことないよ。すぐみも一緒に手伝ってくれるよね。ええ、いいわ、仕方ないわね。ココ、どうすればいいの。そうだね、
も失礼しました。それ言ったわ。すごいですね、お二人とも。ありがとう、ありがとう。そういうつもりでもなかったんだけど、流れでなんとなくね。あ、ごめん、たけし。教わったこと、もう全部忘れちゃったよ。そうだっけ？何か用なの、たけし。何のこと？言ってる意味がよくわからないわ。してない。昨日のことは気にしてないから。あなたももう言わないで、何も言わないで。私、脱出方法を私も考えてるから、邪魔しないで。レミには現在各種処理を任せてあります。何かトラブルがあればすぐに教えてくれます。通信も脱出法の検討ももちろん継続しています。ご安心くださいね。お安いご用です。時刻は空、ちょっといい？あ、はい。小町さん、何でしょうか？話があるの。二人で話したいんだけど。二人きりでですか？ええ、お願い。実は、脱出についてあなたに一つ提案があるのよ。え、本当ですか？何かいい方法が？